皆さんこんにちは、大堀123でございます。今回もですね、アコギのおすすめということで始めてまいりたいと思います。446回目ですかね。最近のこのアコギのおすすめの動画では結構連チャンでやってますが、私の音楽の原点といえばビートルズですけれどもね、ビートルズの話だけではなくコードというものをこう並行してねお話をしてるってことが多いんですけど、今回もその形式でいこうってことなんですけどね。取り上げるビートルズの楽曲は、1964年にリリースされた、ビートルズ4セールに収録されているですね、1曲目だったと思うんだけど、ノーリプライです。早速タイトルを言うんですけれども、そのビートルズのノーリプライのこの C のコードについてというお話です。C のコード、それがどうかしたのかと思う方もいると思うんですけど、今からちゃんとお話をしていきます。ノーリプライといえばアコースティック調なんだよね。フォーセール以前のアルバムでもそういったアコースティック系の曲は多かったけども、アルバムのね一発目一曲目でね緩やかな感じの楽曲を出してくるっていうのはちょっと意外だったんだよね。でそれがね今でもその衝撃的だったっていうのを覚えてて、リサーバーを追加だけちょうどからすぐにスタートなんだけど、この曲のキーって C なんですよね、C コードがメインなんです。 C コードに伴って循環コードっていうか、コード進行が出てくるってことになるんだけれども、実はねこのノーリプライに入っているこの C のコードについてはいろんな議論がなされてる中でのことなんだけど、少なくとも2パターンの押さえ方をしてるっていうことだと思うんですね。こういう進み方だよね。出だしはいくわけで、ここで初めて C のコードが出てくるんだけど、でこの C のコードのですねフォームが少なくとも2つパターンがあるんじゃないかっていう話があって、一つはこの普通の C のフォームですね、ローコードの C のフォーム、おそらくこれはアコースティックギターの方だと思うんだよね、僕が聞く限りは。で多分アコギはあれジョン・レノンが弾いてるから、間違いなくジョンはこのローの C コードを押さえてるんじゃないかなと思うんですね。であともう一個はね、これも結構典型的な押さえ方なんだけど、これかこれかなんですけど、いわゆる B フォームスタイルのC の押さえ方のちょっと砕けた感じ、ちょっと違うフォームの押さえ方って感じですね。なんでこのフォームかって分かったかっていうと、実はね1弦の5フレットが鳴りっぱなしなんです。つまりどういう意味かっていうと、って言ってると思うんですね。ノーリプライって入ったところでこうって鳴ってるんです。つまりこの音がずっと鳴ってるのね。これこの音を含めて鳴らすとこうなりますよね。B フォームの C コードであれば、普通に1弦は3フレットのはずだからこういうって感じで、1弦は G の音が鳴ってるはずなんだよね。だけどこれはね1弦の5フレットだから A の音が鳴ってるから、テンテンって音が入ってるってなってるわけよね。そう、これが肝なの。よく聞いてたら1弦の5フレットも抑えられて鳴ってるわけ。曲全体を通して聴けると思うよ、こんな感じで。正確なコードで言うと C6 なんだろうけど、おそらくですけどこれは C6 のつもりでは弾いてないと思います。あのこのフォームで押さえているギターの音色に関してはおそらくエレキだと思う。ジョンがアコギなんで、おそらくあれはジョージ・ハリスンが弾いてんでね。ジョージ・ハリスンって割と B のフォームになると、こういう押さえ方か、あるいは小指を制覇するタイプで押さえるかっていうどっちかでやってることが多かったんだよね。あの写真とか映像を見る限りね、おそらく C コードのつもりでやったところが1弦まで制覇している状況になることも多かっただろうから、おそらくその勢いで鳴ってしまったんだろうなっていう感じだと思うよ。普通に弾き語りやるときなんかはね、普通に C のコードでもいいんでしょうけどね、こうバンドでねこのノーリプライをなんかやろうかな、コピーしようかなっていうときはこれがないとなんかこうねあの感じが出ないのね。そうなんですよ。
そのローコードの C の音とこの、まあ、C6 の音が同時に聞こえるっていう時が結構多くって、一つのコードでも違うこう感じで音が聞こえてるぞっていうのがね、聞いてると分かるんだよね。僕はこれに気づいたのがね、小学生の時だからね、 C なのに何か違う音が鳴ってるぞっていうのはなんとなく気づいてたんです。でそれが後になって、まあ、いろんな話を聞いてて、あ、やっぱそうだったんだっていう風に納得がいったこともいっぱいあって、ビートルズって割とねラフな抑え方をしてるがゆえに、あれこのコードのはずなのになっていうのは結構あったりするんですよ。ロック&ロールミュージックも A なのになぜかこう1弦の2フレットが入ってて、この A6 みたいに聞こえてたりとか、それがねたまんないの。ビートルズが抑えるそのコードっていうものは本当にね、もう改めてね、ユニークなものを感じているというそういう次第でございます。皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。ということでまた次回の動画でお会いしたいと思います。大堀123でした。それでは。